ははいこんにちは小石くにきです今日は2020年3月22日日曜日3連休の最終日ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、現在お昼のお1時頃ですお昼ご飯、えー、ラーメンを食べて、えー、ビールをちょっと一杯いただいて、えー、のんびり過ごしておりますということで今日お伝えするのは、えー、IT スキル おがない、えー、私があサムネイルというものを初めて作ってみたっていうテーマでお届けしたいと思いますはい、えー、スマホを持ったのもお、ま、ちょっと前なんですけども割かし遅かったりですねそういうでデジタルに疎い私ではあります、えー、例えばスクリーンショットのやり方もおここ23日前に初めて覚えた、えー、ぐらいですね全然、うん、IT には疎いですけどもこういう YouTube を毎日配信したり、まあ、SNS をやるにあたって、えー、まあ編集機能というかああのー、こうまあ、人を引きつけるようなキャッチーな手法にもどんどんトライしていかないとということでまあ、サムネイルというものをお実際作ってみようと思いましてで私この iPhone1 台でこう YouTube 撮ったりとかまあ SNS ほぼ完結してるんですけどもスマホでも簡単にそのサムネイルっていうものがあ作れるということで、えー、アプリをあるアプリを、えー、使って、えー、やってみましたでそもそも皆さんはご存知だと思いますけどサムネイルっていうのも、えー、何かわからずまあ最近知ったぐらいなんですけども要はこの画像のまあ 表紙みたいなもんでまあそういう認識でちょっと合ってるのかどうかですけどそういうことも取り入れながらですねまあ実際やってみようと思って、えー、あるアプリ、えー、フォントというアプリかな、えー、ちょっと赤いアイコンで、えー、今この画像でまあそうやってそういうのを表示したりとかいうスキルは全くないんですけどもフォントという アプリを使ってやっててやみまました、まあスマホでそれを取ってまあ、えー、文字だったりその大きさだったり色だったりまあいろいろか、えーまあ、こういう傾き加減とかまあどこに置こうかとかいろいろ、えー、できるんですね。えー、まあさっき、えー、初めてこう使ったとこなんですけど、まあ、使えば使うほどまあいろんな色とか。 配置とかでどういう眺めやすいかなでこだわればこだわるほどなんですけどとりあえずやってみましたということでえさて1発目え表紙この動画の表紙でつけるべきサムネイル何分でできたかっていうとえ約8分でできました。全然 IT の知識ないけど 約8分でできました。えー、大体はもう5分ぐらいで完成したんですけどどういう保存の仕方したらいいのかとかそういうのをやりながら探しながらのまあロスじゃないけどプラス3分ということで、まあ、実際には5分少々でできるんでこれから撮ったやつ、えー、にまあ別個で写真なんかあってちょっとサムネイルにしてそれ表紙にしようかなと。 そんな感じで、えー、PV 質っていうんですかねちょっと変わってくるんかっていうのも検証していきたいなと思います。はい。まあ何事も,もこうね、商品素材の良し悪しにつけ、まあ,あのそういう表紙、まあキャッチが良かったら、まあ、とりあえず解か,かれるようになるということで、えー、はい、えー。今日は IT スキルのない私がスマホでサムネイルって というものを、まあ、作ってみました、まあ、さて何分で、えー、作れたんでしょうかっていうのでお届けしましたもっともっとどういうのが見やすいかとかあこれから勉強もしていきたいと思いますのでよかったら皆さん教えてください、えー、ではまた明日